こんにちは、シロの林です。見えてますかね。今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はベースメイクをやらせていただくんですけど、乾燥が気になる方へ、素肌を生かしたツヤ肌メイクっていうのをやっていきたいと思っています。最近なんかこう乾燥してきたなって感じられる方増えてきたんじゃないかなって思うんですけど、いかがですか？私はスキンケアで結構しっかり対策してきたんですけど、やっぱりこう日中に乾燥を感じたりとか、メイクつけてる時に少しこう肌の質感が変わってきたなっていうふうに感じるので、もうこの今の時期だからこそ素肌をより美しく見せるツヤ肌メイクっていうのを実践していきたいなって思っています。今日も一緒に天野とやっていきたいと思いますので、お願いします。ありがとうございます。コメントたくさん感想してきましたよね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかさっきも楽しみにしてましたってコメントいただいてましたね。ありがとうございます。でもやっぱりもう乾燥してきましたよね。もう空気が変わってきたなって思います。完全に、うん、冬を感じています。うんうん。なんか林さんって結構しっかりスキンケアいつもされるじゃないですか。はい、もう事前に結構ちょっと前からやり始めてたんですけど、うん、そう、それでも乾燥やっぱりちょっと気になります。スキンケアしてる直後はそんなにこう感じないんですけど、やっぱり少し時間経った後だったりとか、うん、あとはこう部分的な乾燥しませんか、天野さんも。そうなんですよ。僕も季節の変わり目とか本当にこういうシーズン、乾燥しやすいシーズンなんかすごくてきめんに出るのが目周りなんですよね。目周り。あります。あります。でも小じわが出ます。なんかあれ、小じわがいるっていう感じ。小じわ僕もあります。大丈夫。あります、あります。そう、でもね、目は特に感じます ね。そうなんですよ。で、特にこの目の下とか、なんだろう、ちょっとこうパサついたりとか、乾燥じわが結構季節によって出ることが結構あるんですよね。あと意外と頬とかもなんか乾燥したりします。します。マスクしてるからなのか、より感じるようにはなりました、うん、そうですよね。なので結構スキンケアでも この辺とかをしっかりつけたりすることが多くなったりとか、うん、なんか今コメントでもなんかカサカサですとかって言って、やっぱりそうですよね、乾燥しますよね。そうですよね。乾燥を感じない人なんていないと思います、うん、なんかどこかしらで絶対感じてらっしゃるんじゃないかなと思うので、うんうん、そうなんですよね。なのでなんかそういう乾燥しやすい今だからこそ、やっぱりこうツヤ肌っていうところをなんか作っていくことで、よりその素肌を綺麗に見せるっていう、そういうなんかベースメイクっていうところを今日はちょっとやっていきたいなと思うんですよね。で、もうこの回見てもらったら、もうなんかツヤ肌はもう簡単にできるようになります。本当におすすめの。結構スキンケアしっかりとはずっと言い続けたんですけど、うん、メイクでツヤ肌をどうやって作るんだって多分わからない方多いと思うので、そうなんですよ、ね、ぜひ天野さんテクも入れながら、うん、教えていただけたらと思います。もちろんです。なんか今ね、そう、林が言ったように、結構お客様でもツヤ肌ってどうやって作ればいいのっていうね、うんうん、こう分からないっていう方結構いらっしゃったので、今日はもうそのぜひね、ツヤ肌を作るポイントっていうところをやっていきたいと思います。やっていきましょう。よろしくお願いします。はい。で、今林さんはスキンケアまで整えてもらってる状態で。そうです。もういいですかね。今日朝天野さんにバッチリスキンケアしてねって言われたので、まずしっかりですけど、そうスキンケア、まあ、いつもやってますけどね。本当にすっぴんの状態ですね。うんうん、色がついてないです。はい、そうです。で、まずツヤ肌を今から作っていくんですけど、一番まず最初のポイントっていうのは、はい、スキンケアなんですよ。まずスキンケア、スキンケア、はい。そうで、スキンケアでしっかりと保湿をしておくっていうのが一番まずツヤ肌を作っていく上でも大事なポイントです、うん、これ。そうで、今日林さんスキンケアはどういうラインナップ使ってます？何度かご紹介させていただいてるんですけど、今日は洗顔を、うん、いつも使ってる酒粕化粧水で、私シートマスクのパックをするので、はい、いつも通りパックをして、で、このガゴメ昆布美容液でちょっと潤いを整えて、うん、で、この秋冬から使い始めたこうニームオイルインセラム、オイルが私大好きなので必ずですけど、はい、ニームオイルインセラムと、うん、あと最後クリーム、シアバター、うんうん、ラワンブキモイストリッチクリームっていう、この4つをもう使って
テープしました。ちょっとあの細かいアイテムあるんですけど、この4つはもうベースで一番使ってるものなので、4つで仕上げてます。もうしっかりと保湿できるラインナップですよね。はい、水分と油分っていうところで分けて入れてます。うん、そうで、あの乾燥しやすい方に特におすすめなのが、やっぱりその油分もしっかりと与えてあげることってすごく大事なんですよね。で、今、林が持ってたオイルとか、やっぱりそのクリームですよね。こういう、そう、冬は特に乾燥しやすい季節は、油分っていうのもしっかりと与えてあげるっていうのはおすすめ。てか大事なポイント。大事なポイントですよね。そう。今日はこれからツヤ肌を作っていくんですけど、まずはしっかりとスキンケアで保湿をしていくっていうのがすごく大事ですよ。はい、OK ですね。はい。ではでは、今からじゃあ早速ツヤ肌やっていきたいと思います。はい、で、あの、以前のですね、ライブでも実はお伝えしてるんですけど、素肌感を生かしたベースメイク。はい。こう素肌っぽいけど綺麗っていうような肌の作り方っていうのはね、結構おすすめしてるんですね。はい。白では特にそこが一押しなとこですよね。そこを。そうなんです。基本に考えて製品とかを作っているので。うん。そう。で、なんかそのちょっとしたコツっていうのは、なんか以前のライブでもやってて、アーカイブに残ってるので、またちょっと気になる方はぜひね、あの、見ていただくといいかな、はい、なんか脱ファンデーションとかっていうテーマでね、はい、させていただいているので、そうです、ファンで卒業みたいなタイトルだと思うので、そちらも参考にしていただけたらと思います。そうなんです。もうファンデーションを使わずにポイントだけ押さえると綺麗に見えますよっていうね、肌の作り方をやってるんですけど、今日はその肌の作り方と同じポイントは押さえる、同じポイント、はい、同じポイントは押さえていく。ただしツヤ肌にするためのちょっとこうまた違うね、そこで手が出るんですね。はい、楽しみにしてます。はい、では早速そのポイントをやっていきます。はい、で使うのはこれコンシーラー。これね、あのタピオカコンシーラーっていう白のコンシーラーなんですけど、これ2色展開なんですね。2色あります。そう、2色ある。これかもしくは酒粕 BB 美容液。BB もあります、はい。どちらかでもいいですよ。どちらかでも。はい、結構ね、あのこれを使ってベースを仕上げます。もういつも使ってるものをあの使っていただいてもいいですよね。はい、いつものもしお持ちのもののファンデーションでもいいですよ。はい。で、はい、こっち今日はこのコンシーラーを使っていきますよ。コンシーラー、私一番使ってる。はい、で、林さんは01番っていう色ですね。はい、01番です。01番使いましょう。はい。で、その以前にもお伝えしてる、もう綺麗に、簡単に綺麗に肌を見せられるポイントっていうのは、もうズバリ言っちゃうと4箇所だけ。4箇所だけ整えるだけ。そうです。林さん覚えてますか？覚えてますよ。はい。ズバリ。まあ大丈夫です。もう、あ、もう、はい、答えます？はい。いや、お願いします。まず、そう、もう目回り。目回り、小鼻、で、このちょっと口角付近。はいですね。そして最後に、頬の中央。もうこの赤みとか出やすいとこですよね。そう、そうなんです。で、この1、2、3、4箇所。今、林が言ったように、実はこの4箇所っていうのは、赤みとか色ムラとか影が出やすい場所なんですね。で、実はそこを整えるだけで肌をきれいに見えます。そう。ちょっとこう、色ムラの出るところですね。そうなんです。で、それも、その4箇所だけ押さえるだけで肌きれいに見えるんですけど、今日のテーマは、ツヤ肌です。ツヤ肌。で、さっき言ったように、もしかしたら皆さんも、目周り乾燥してるときって、ここファンデーションとかコンシーラーとかつけると、なんかパサつくことないですか？なんか、粉っぽくなっちゃうと。ちょっとのり感が変わったのと、肌自体がこう、かさついてるので、仕上がり感も変わってきた気がしていて、うん。そうなんですよ。なんかね、そう、そういう状態のときにコンシーラーとか乗せても、結局、ちょっと綺麗に見えない、こう、粉っぽく見えちゃったりってことがあるんですけど、はい、そこで、もう今日使うのはこのコンシーラーなんですけど、林さん、今日スキンケアの最後に何使いました？クリームを使いました。はい、そうです。ダウンブキモイストリッチクリーム、はい、これね、モイストリッチクリームって言うんですけど、このあ、もうあるあるってそう言っちゃってますね。そう、ありがとうございます。パサつきますよね。大丈夫。このコンシーラーとクリームを今日ね混ぜて使いましょう。クリームですね。そう、これを混ぜます。ちょっとやってみましょう。量を何か調整するってことですよね、うん、そうです。量大事。まずね、このコンシーラーだけちょっとくるくるくるって今3回ぐらい回した感じなんですけど、はいはい。でちょっと手の甲とかにも取っちゃいます。はい、つけました。はい。でその後にこのクリーム、
クリームをですね、はい、コンシーラーに混ぜます。混ぜる。このコンシーラー、このクリーム、ヘラがあのついているので、うん、ちょっと小さいスパチュラっていうので取ります。どのくらいですかね、ちょっと。量がポイントで、もうちょっとでいいんですよ。これくらい。ほんのちょびっと。そう。もうちょっとでいいです。これをもう混ぜちゃいます。こうやって。このクリーム少しこうあの濃厚さがあるクリームなので混ぜるとなんかすごくフィット感が出ますね。そうなんです。なんかもうすごい滑らかっていうより少しこうあのい心地よい硬さというかこれの状態でつける。なんか色が薄くなったりとかはないので、うん、クリームはねこれあれです。今名前は教えてくださいってコメントいただきますか。 ありましたね。シアバター&ラワンブキモイストリッチクリーム。はい、ちょっと名前が長いんですけどね、モイストリッチクリームって覚えていただくといいかなと思いますね、はい、一番濃厚なクリームです、はい、うん、そうです。でもう混ぜたら、はい、じゃあつけるポイント林さん、まず目周りいきましょう。はい、目周りですね、はい、目周りっていうのは皮膚が薄くて乾燥しやすい、で今ちょっと乾燥がね特に出てる時っていうのはパサパサしたりちょっとね乾燥じわが出ちゃったりっていうのがあると思うんですけど、まずは目周りを整えていきます。あ、このクリームおいくらですかって。おいくらですか。これ林さんモイストリッチ7000円ですかね。あ、そうですそうです、7000円です、ね、ジャストのお値段でした。うん、今ちょっと調べに行こうとしてます。はい、大丈夫です。この目の周りコンシーラーだけでも、これね、タピオカコンシーラーって言うんですけど、うん、今使ってるコンシーラー。これだけでも結構しっとりしてるコンシーラーではあるんですけど、このクリームを混ぜることによって、そう、やっぱ違い分かります？ちょっと。違います。なんかこう、全く重たさはないんですけど、体に、肌にこうついたなっていう、このちょっと表面は、ちょっとマットなんですけど、潤い感がこう、より高くなってるので、しっとり感が心地いいですね。うん、全然なんかピッとした感じ、本当に。で、ベタベタしてる感じがないんじゃないかなと。ないです、ないです。なんかこのモイストリッチの特徴でもあると思うんですけど、うん、なんかよりつきがすごく良くなった気がするので、うん、で、それでいて、しっかり、なんかすごくカバーしてるなって、自分は思います。やっぱ目の下とか、そう、ちゃんと、そう、整えてくれるんですけど、一番出るところなので、うん、ピタッとフィットしてね、ベタつきた感とか全然ないのでね、すごく使いやすいと思います。鼻とかも。つけてきますね、うん、カバー力はありますか。カバー力自体はこのコンシーラーにあるんですよ。コンシーラーが抜群に高いです。そう、でもねこのコンシーラーもすごく元々が保湿が高いもので伸びもいいのでかなり使いやすいと思いますよ。で、そうですね、小鼻、鼻周り、鼻周りってなんかかさつくときないですか。ここ私花粉症なのでよく鼻を噛んでたりとかこう結構皮がむけてることがあります。噛みすぎて、うん、意外とそうなんですよ。肌もね、鼻もね、僕すみません鼻声になっちゃいましたけど鼻も カサカサするのでそういった時もこういうちょっと滑らかなクリーミーなものでつけてあげるとまたパサつき感っていうのが出る。で、そうですね、口周りも乾燥しますからね、はい、結構ね、結構マスクしてからなのか多分唇自体が乾燥し始めるっていうのもそうですし、あとなんか寒くなって少しこう代謝が悪くなったせいもあって、うん、こう口周りがくすんだりとかちょっとこうやっぱりアウトラインが少しこうぼやけたりっていうのは私結構年齢的に感じるので、はいはい、そうです、大事なポイントですね。抜け漏れなくちょっとつけていただくと、うん、はい、あとは頬の辺ですね。なんかさっきコメントでこのクリームを他のコンシーラーと混ぜても問題ないですか。多分大丈夫だと思うんですけど一回やってみてください。ちょっともしかしたらものによって少し分離したりっていうのがないと言えないんですけど一回でもちょっと試してみてもいいと思いますよ。で、量はね少量ですよ。クリームの量ですね。これ質問の中にもこっくりなクリームだから混ぜれるって感じですかって書いてあるんですけど、私も他のクリームだったり私特にオイルが好きなので、うん、オイルと混ぜたりっていうのはこう結構緩いものじゃないですか。できるんですか、うん、こう違うものと今はちょっと濃厚なクリームだからこうこの心地よい感じなんですけど、うん、他のクリームだったりオイルっていうのはどうですかね。うん、あ、オイルもいいと思いますよ。さ、ちょっとごめんなさい、その前に皆さんに見てもらいたいのはこの右と左の違いなんですよ、はい、あ、すいませんすいません。今ちょっと林さん片方できました。できました。今皆さん見えますかね。
と肌の色味が均一に整って、なんかすごく綺麗に見えると思うんですよね。こっちが今つけた方ですね。はい、こっちはまだ何もついてないです。そう、これね、顔全部にファンデーションとか塗ってるわけじゃないんですよ。4箇所だけ整えてあげるのと、で、林さん、ちょっとだけ顔こうやって動きます。あ、そうです、見えましたね。この頬のとことか、そう、つるんと見える。ツヤ感が、すごい綺麗に、あの、自然なツヤが出てると思います。なんかこう、動くとまたここのツヤ感もわかるんじゃないかな。あ、いいですね。で、ちょっとこうぐーっと向いてもらって、少し顎をちょっとだけ上げてもらっていいですか。で、それでまた顔をちょっと戻すような感じ。正面に向いてもらって。あ、いいですね。こことか。すっごい綺麗に見える。すごい、綺麗ですよね、ツヤ。あ、そうそう、今ちょうどコメントで、目の周りが特に違う、そう、うん。で、引き締まった感じがしますねってコメントいただいてるんですけど、実はそう、その通りで、この目周りとか小鼻とか口角って影が実はできやすいんですね。で、その影の部分も綺麗に整うから、実はですね、お顔がね、キュッと小顔になったりとか、ちょっとリフトアップしてみるっていうのも、ちょっと違います。おすすめなんですよ。どうですか？すごい簡単です。ポイントを押さえただけなので。そう。で、あとなんか他に気になるところ、うろむらが気になるところは、あの、同じようにつけてもらって、全然大丈夫なので。大丈夫です。全部の、あの、一定でつけるってことじゃなくて、ポイントを抑えるっていうところがありますよね。そうです、そうです、そうです。じゃあ、ちょっともう一回そのポイントもおさらいとして、反対側も、はい、反対側もつけてきます、うん。ちょっと混ぜてきます。4箇所ですよ。4箇所ですね。はい。まずは目の下。で、目の下で、ね、皆さん、あの、つけるときに、今、林がやってるんですけど、トン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 ってこう置くように、タッピングするように優しく乗せていくといいですよ。あ、まぶたの上に乗せてもいいんですか。そう、まぶたの上もね、少量薄く伸ばして、こういうところとかに少しこう跡があったりするので、うん、根元血管とかが見えたりとか、結構やっぱり少し色が出てるところだと思うので、薄く本当に乗せていただくと、うん、そうなんです。これプラスファンデですか。もう今日ファンデーションとか使いませんよ。もうこれだけですよ。このコンシーラー使いとファンデだと思いですか。おすすめは、ファンデーションの量は本当に少なくした方がいいかもしれないですね。うん、今お使いのファンデーションをちょっと薄付きにしてから、この4箇所を使っていくっていうのがおすすめかもしれないです。天野さん、先ほど、あの、質問してた、あの、ごめんなさい、クリーム。オイルね、オイル。はい、そうです。オイル、私すごい愛用するので、オイルみたいな緩いものでも保湿力があれば大丈夫ですか？大丈夫。で、同じなんですね。ちょっと僕も今林さんが仕上げてくれてる間に見せますね。コンシーラーをこうやって取りますよね。で、オイル使うときはここにこれくらい、もう本当にちょっとね、わかります？あ、あれですね、もう蓋に触ってるか触ってないかぐらいなプッシュ量ですね。ちょっとでいいんですよ。すごい少ない、ちょっとでオイルってすごく綺麗にツヤが出てくるので。今のこのモイストリッチよりはツヤ感が出やすいですかね。私結構ツヤが大好きなので、うん、こう乾燥具合とか仕上がり感でこう変えたらいいですかね、うん、多分仕上がりがねちょっと違うんですよ、クリームとオイル、うん、でクリームを混ぜてもらった、あと混ぜて使った方がより、なんだろう、つるんとした滑らかな、あ、ツヤ肌になるんですね。で、オイルを混ぜて使った方がよりね、ツヤツヤっとした感じ、うん、ツヤっとした感じが出るので、お好みで使い分けてもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんかこのクリームだからってわけでもなく、あの、こう他のクリームと合わせることによってまたちょっとこうツヤ感っていうのが違うってことですよね。うん、そう、オイルの方がちょっとこうよりみずみずしい感じ、ツヤっとした感じがより強調できる。白のオイル特にブルー入ってるので、うん、そこがありますね。そう。で、クリームの方が、もう少しこう、なんだろう、自然、まあ、うん、ちょっと自然な感じのツヤはクリームの方が出るかもしれませんね。うん、今使ってるのは、私はライト、01番のライトの方のコンシーラーを使ってます。こう、うん、色の説明をお願いしますって書いてあったので、コンシーラー2色あるうちの明るい方の1番使ってます、うん。はい。どちらでもできますよ。大丈夫です。はい。大体なんか一般的にファンデーションの色で標準色って言われるぐらいのものを使ってる方だったら1番でもいいかもしれないですね。うん、
さあ、林さん、もう仕上がっちゃいましたね。どうでしょう。また、あ、いいですね。ちょっとゆっくりこう顔を動かしてもらうと。このゾーンは本当に。すごいこうなんか顔がこうちょっとこう動くだけでも、ツヤ感がこの目の周りに集中してるので、とてもあの目のくすみとかも飛ばしてくれますし、何よりこう肌につけてて、こう違和感がないです。なんかこう、すごく塗ったなっていう感じもないですし、スキンケア効果もある、こう、やっぱりベースメイクのシリーズだからこそできる、この自然な素肌感っていうのが出ますね。そうなんですよ。やっぱりね、スキンケアのものを混ぜて使ってるので、結構ね、本当にすごく自然に馴染むんですよね。綺麗です、綺麗。ぜひなんか皆さんにこの、なんていうの、この感じ、肌の質感を体感してほしいです。なんか思ったより、ベタベタ本当にしないですよ。しない。フィットしてるなって感じです。本当に全く。結構ね、これね、長時間持つんですよ。この潤い感が。持ちが気になるとこですけど、すごくよれないって言って、天野さん、言ってらっしゃいましたもんね。そうそう。僕もね、自分で実験するために、ね、いろいろやるんですけど、この使い方を見つけたときはね、すぐ林さんに報告しましたね。すごく、熱量高い。肌の綺麗な天野さんに説明されて。これおすすめ。すごいいいです、本当に。皆さん、ぜひ、この今の時期だからこそのこの潤を閉じ込めた潤肌、ツヤ肌っていうのが叶いますので、簡単にできますよ。はい。で、ここで、そう、ツヤ肌がまずできました。じゃあ次に皆さん、この後、フェイスパウダーとかね、つけると思うんですけど、はい、はい、ポイントその2です。その2。フェイスパウダーは使わない。もしくはもう最小限の量にする。そう。このどっちかです。で、最近なんかもうフェイスパウダーあんまり使わずにもつるんとした肌が好きっていう方も増えてるので、そういう方はね、もうこのまんまでフィニッシュでいいと思うんですよね。でもちょっとこう部分的にオイリーな箇所、こう混合肌の方とかっていうのは、ちょっと粉をね、つけてあげてもいいかなと思います。なんか癖でつけがちです、私も。なんかつけたとこだけは、なんかこう、さらっとさせたいみたいな、なんかちょっとこだわり感持ちはして、つけないってこともありってことですね。そう。ここでどんなに今ツヤツヤっとした肌を作っても粉で抑えちゃうと結局マットになってくるわけですよね。そうですね。ツヤ肌っていうのはやっぱり粉は本当に少量にする。じゃあその量をどこにつけるかっていうのを今からお伝えしますね。わかりました。はい。林さん。はい。テカリとツヤの違いわかりますか？テカリはこう汗のかくところじゃないですか。こう、毛穴があるところというか。はい、出る場所が違いますよね。その通りです。さすがです。バッチリです。よかった。正解しました。今ちょっとドキドキしちゃった。大丈夫です。間違っても怒ったりしませんから大丈夫です。皆さん、T ゾーンテカりません？混合肌の。T ゾーンも絶対テカる場所ですね。気になるところです。うん。なので、こう、テカリとツヤの違いっていうのは、やっぱり、テカリっていうのはさっき、林が言ったように、もう、いわゆる、オイリーな、オイルが出る皮脂腺が多い場所、体ってね、この顔、体の中心線でこう皮脂腺が多いって言われてるんですけど、やっぱりこう顔も一緒で、こういうおでことか T ゾーンって言われる場所とかね、結構やっぱテカっちゃうわけですよね。そう、あとね、汗をかきやすい場所も抑えた方がいいので、こういう鼻の下とか、ね、こういったところも結構鼻汗かいちゃいます。ちょっと抑えるとすごくいい。ではやっていきましょう。はい、はい、じゃあフェイスパウダーありますか？あります。クリアを用意してます、はい、いつもなので。はい、いいですね。はい、じゃあこのフェイスパウダーをちょっとだけ蓋に出してみてください。本当にちょっとしか使わないですよね。はい、もう本当に本当に少ない量だし、小さい豆粒ぐらいの量ぐらいでいいです。はいはい、出ました。つけます。はい、じゃあパフか、そうですね、フェイスブラシで取ってもらって、はい、で含ませてください、ブラシに。はいはい、はい、じゃあですね、ちょっとテカテカって見えやすいおでこをさーっと軽く押さえてみます。はい、はい、そしたら次鼻の下ちょっと潰します。あ、そうです、親指でギューッと押さえていただくとやりやすいですよ。うん、うん、押さえられました。はい、もうこの箇所だけでいいと思います。ちょっとこの辺とかも少しだけ叩いてもいいですか？あ、鼻の先ぐらいですね。ここもちょっと汗かきやすい場所なので、はい、ちょっとだけつけてあげるといいと思います。はい、はい、Okay、本当にこれだけなんですね。そう、これだけでいいんですよ。確かにちょっとさらっとしました。ちょっとやっぱりこちらの部分は触らないというか、こうそのままっていうのがポイントですね。
そうです。これでもテカテカ見えずに、でもツヤツヤとした肌になると。で、たまに、やっぱりちょっとこう、ベタベタが気になるっていう方っていらっしゃると思うんですよね。そうですね。どうしてもさらっとしたのが好きっていう人もいらっしゃる、うん。そうそうそう。なんか、ツヤ肌やってみたいけど、なんかでもちょっとベタつき感がどうしても気になるわっていう方は、フェイスラインはね、粉ちょっとつけていいですか？ここですね。はい。結構なんか髪が長いとね、ちょっとついちゃったりとか、これから、うん、あのマフラーとか、こう、お洋服も首に当たるので、ちょっとだけこうさらっとさせておくのが好きっていう方はここだけですね。そうなんです。そんなにねベタつき気にならなくなると思います。うん、そうですか。今結構あれですね。パウダー用ブラシですか。ね、コメントでブラシ。パウダー用のブラシですか。そうです。白のフェイスパウダー用のブラシです。そうです。すごい、あの肌当たりが優しい。そう、結構ね毛量が多くて肌当たりがすごくね柔らかくてすっごく気持ちいいですよ。ヤギのこのひげのところ。集めた毛です。とってもいいので、はい、使ってみてください。うん、できました。結構ポイントだけで、はい、もうこれでツヤ肌完成です、うん、すごい、なんか光集めてますね。そうです。集まります。よく天野さんおっしゃいますね。そうそう、光は集まれって言ってね、集まれ、光は集まれって言ってます。そうです、そうです。でもなんかもうなんだろう、内側からのみずみずしい感じがすごく出るようなツヤ肌に仕上がるんですよね、うん、なんかこうメイクのツヤ感であの仕上がってるんじゃなくて、本当に肌が保湿されてるっていうのが、うんうん、このコンシーラーだったりとか粉にもやっぱり潤いが入ったりとかするので、うんうん、なんか持ちもすごく良さそうですし、肌が喜んでる気がします。はい、そうなんです、うん、なんかもう本当にこうナチュラルな素肌を生かしたツヤ肌ができた時はなんかメイクもすごくナチュラルでもいいんじゃないかなと思うので、はい、今日はなんかちょっとこう本当に素肌をいかなんだろうメインにしたナチュラルメイクでちょっと林さんちょっと仕上げてもらいたいなっていうのがあるので、はい、かしこまりました。はい、ちょっとじゃあ仕上げに眉とかも描いてます、ね、はい、ちょっと目元やっていきましょう、はい、眉をいつもカゴメアイブロウパレットを使ってるので、はい、つけていきます。ちょっと林さんが仕上げていく、ね、コメントに答えられてなかったところが、コメント少し見させてもらいましょうかね。あ、昨日ブラシ体験させていただきました。ありがとうございます。とっても気持ちよかったです。昨日だったね、気持ちいいですよね。今2番の色を使ってアイブロウにつけてます、うん、これもあの白のブラシです。あ、なるほど。アイブロウの色が気になってるっていうコメントいただいてます。なんかね、アイブロウパレット、今、あれ林さんが0、今1番。あ、2番です。のダークグレーの色を使ってるんですけど、あと1番の色はブラウンなので、かあの髪の色だったり眉毛のこう、うん、イメージする色でつけていただいて。今、林が使ってる0、2番がこういう、ちょっと。そうです。私もあの1番使う時もあります。なんかそのメイクの仕上がり感でちょっとこう柔らかく見せたりキリッと見せたりできるので、うん、そんなに眉浮きするような色じゃないので、どちら使っていただいても大丈夫かなと思います。ちょっと柔らかめにつけますね。こういう感じ。こっちが今林が使ってるちょっとグレーの方、ライトグレー、まあ本当にライトグレーっていうか、まあちょっとベージュ寄りの明るいものとグレーの色に、でもう一つがねブラウン系なんですよね。こっちがブラウン系。でちょっと簡単にブローだけ、うん、アイブローだけして、アイシャドウも軽くつけていいですか？はい、アイシャドウはねもう色をあまりつけずに陰影ぐらいがおすすめなので、はい、カレンデュラアイシャドウの05番ありますか？はい、それそれそれ。フレッシュベージュですね。はい。これでさっと陰影をつけ、ちょっとマットな色なんですけど、うん、すごい好きで使いますよく。今使ってるのはベージュ系のアイシャドウなんですね、リキッドタイプの。そうです、5番です。05番のグレッシュです。結構ね肌に溶け込んで、そう陰影ができますからね、こう立体感、自然な立体感、少しこの骨の部分ぐらいまでアイホールに広げるっていう感じですね。そうです、アイホールがいいです。ナチュラルにしたいならアイブロウどっちがおすすめですか？もし髪の色をちょっとカラーリングで明るくされてるんだったら01番のブラウン選ばれていいかなと思いますよ、うん、本当に柔らかく入れました。うん、 OK です。はい、
はい。じゃあ、あと、マスカラ。マスカラ。マスカラでね、これありますかね、リフレクションネイビーっていう。ネイビーのマスカラ。定番になったようですね。うん。はい。さりげないカラーをここでつけましょう。さっき林さんがつけはった、あ、関西の方ですかね、これ。アイブロウはパレット左右のどっちのお色ですか。林がつけてたのはグレーの方なので。はい、今グレーのです。2番の方の色です。2番。QA02 っていう方ですね。の、ちょっとグレー系の色味。私、髪がそんなに明るくはないので、ちょっと、ダークグレーでキリッとさせてます。なんか、淡い色味と濃い色味が入ってるんで、はい、混ぜて使うこともできますしね、なんか色の調節もしやすいと思いますよ、うん、ネイビーです。ちょっとなんか明るさがあるので少し色わかるかなと思います、うん、あ、いいですね、いいですね。このネイビーもね、はい、さりげなく光が当たるとふわっと色味が出てくるようなマスカラです、はい、はい。あと口元はもうすごく自然にエッセンスリップバターとかありますかね。すはい、それです。はい、それでさっと仕上げましょう。ちょっとだけこう薄く色がついてるんですけど、日中に少しだけくすみを飛ばして、うん、唇の色味を綺麗に見せてくれるので、はい、バタータイプなんですごくしっとりしていいですよ。乾燥結構出てる方多いかと思うので。そうですよね。少し色補正しながら使っていただくといいです、うん、はい、いいもうこれで林さん早いできました。本当にこうベースメイクのこうツヤ肌っていうのを生かしたこうナチュラルなメイクにしてあるんで、はい、ちょっと色は今日はつけてない、あまりこう持ってこないで仕上げてるんですけど。そうです。もう素肌を生かした、うん、あね、本当にただパッとできる。皆さんアイシャドウとかは入れていただいて、カラーで遊んでいただいてもいいんじゃないかなと思います、ね。うん、もちろんです、もちろんです。はい。はい、じゃあ例えば、アイさんもメイクができました。はい。お出かけする前、今何か使いませんか。使います。マスクをして出かけます。そうですよね。はい。ちょっとアイさんマスク、マスクちょっとつけてもらっていいですか。マスクで。で、皆さんもね、外出するときにマスクつけると思うんですけど、ちょっと見てほしいのは、ここのツヤ。マスクそうです。してても、ツヤ感すっごい綺麗に出るんですよ。そうです、そうです。なんか、マスクしてても、素肌が綺麗なのがちょっとこう、そう 出るのって嬉しいですね。そうなんか、やっぱ根元にこう、すごく集中してしまうので、そこで少しこう、明るさがあるっていうのは、なんかこう、パッと見でもすごく綺麗ですし、うん、なんか動いててもすごく肌が綺麗に見えるんじゃないかなって思うので、うん、そうなんですよ。もう光がね、ちゃんとマスクしててもこういうね、ハイライトの場所っていうのは綺麗に輝きとかツヤ感が出てくるので、うん、これでも肌すごく綺麗に見えますよ。今日はチークなしです。チーク、はい、お好みでしていただいても大丈夫ですよ、うん、もしなんか 肌をこうなんだろう、主役にしたメイクにしたいときは、うん、色はナチュラルな色味がいいですよ。チークも入れるときもね、うん、はい。で、これで、例えば、林さんが出かけました。で、例えば、仕事するときもそうかもしれないし、まあ、ね、お家にいらっしゃる方もそうなんですけど、これからの季節、結構エアコンで乾燥しませんか？絶対に 100% 乾燥します。ますよね。どこ行っても、外でも乾燥しますけど、やっぱ室内こそ乾燥するなって思います。そう。やっぱりこう、ね、せっかく作ったツヤ肌も、やっぱり日中もずっとツヤ肌でこう、痛いじゃないですか。はい。維持したいです、はい。なので、はい。最後にお直し方法もちょっとお伝えします。はい。ぜひぜひ。で、はい、ちょっとしたポイントを。そうなんです。まず、やっぱり日中のちょっとお直しをするときに、肌がね、やっぱりエアコンとかでもうこれからすごく乾燥してくるので、はい、まず使ってみいただきたいのはフェイスミスト。まず最初フェイスミストです。私は今日、オイルインウォーターを。オイルの入ってるタイプを用意しました、うん、はい。これがゆずのオイルインウォーターです。ちょっと使ってるものなんですけど、はい、よく振ってちょっとミストが出てきます、はい、でまずはそうです、フェイスミストで潤いチャージですね。潤いチャージ、はい、全体的にしっとりします。そうです、冷たい外気もそうです、室内の暖かい外気も結局は乾燥しますよね。絶対外も乾燥、中も乾燥しちゃいますからね。ちょっとまずはそうフェイスオイルインウォーター使うとフェイスミストおすすめですよ。霧が細かいので特にそのメイク崩れとか気にせず使えるっていうのもいいですし、うん、あとオイルが入ってるのでより乾燥しないっていうのが、うんうん、このミストのいいところですね。そうですね。
なんか持ち運びもしやすいし、あとね、お風呂上がりとかこれ全身に使っていただいてもいいんですよ、ね、あと髪とかにも使えるので、はいはい、なんかちょっとパサついちゃってるなって時は一緒につけてしまって、うん、ちょっとこうしっとりさせるのもすごくいいので、うん、持ち運びにもおすすめです。はい、はい、じゃあこのフェイスミストで潤いチャージしたら、はい、多少ね時間が経ってくるとやっぱりよれてくる場所ってあると思うんですよ皆さんもね、はい、でやっぱりどうしてもよれてくるってこういう目の際とかちょっとよれてくるので、はい、その時は朝使ったこのコンシーラー、これだけちょっと携帯しておいて、で軽くよれた部分だけちょっと少量でいいですよ、少量だけちょっと整えてください。本当にちょっとですね、うん、でおそらく朝クリームとかと、ね、あの混ぜて使うと結構その保湿感っていうのが、ね、キープされるはずなんですよ、うん、なのでまだしっとりはしてると思いますよ。でもよれたら軽くちょっと、このコンシーラー自体もあのしっかり保湿はあるので単品でもあの十分保湿はできるんですけど、うん、この足の時はコンシーラーでちょっとだけ直すって感じですね、はい、そうです、うん、あとマスクしててねこの辺りがちょっと小鼻とか少し取れた時も軽く直してあげるといいですよ、うん、口周りとか、うん、はい、それを直してあげて、今直後なので薄くなってますけど、そうですね今はね、はい、まだ全然崩れてないと思います。はい、でこの後にもう一つだけおすすめのものがあって、これなんです、これシルクハイライターって言って、ね、クリーム状のねこれハイライターなんですよ。持ってます。そう、これを一個持っておくともう一日ツヤ肌、これ本当に万能ですよね、はい、これ3色あるんですけど3番のローズの色を今日は使います。今持ってるのがローズって言ってもうすっごく肌になじむ色合い、こういう感じで、これはあの肌色問わず使えます、どんな人でも使えます、はい、そうです。じゃあ林さんこれを、ね、はい、はい、ここにつけてください、この頬の高いところと、こ今こう光ってるところですね。今そう光ってるでしょ、ここに、はい、今は、範囲は黒目ぐらいまでですか、うん、ちょっとこの本当頬骨の高いところだけ、そうです、頬骨のこの骨の一番高いところでいいですよ。使ってますって書いてありますね、いいですよね、うん、とっても万能なので。そうなんです、これを一個持っておくともうずっとツヤ肌キープできます。そうです、メイクの完成度変わりますね、この一個ポイントで使うだけでも、ね、あとねここなんですよ、ここ、この目頭のね、ここちょっと斜め下ぐらいに少しつけてみてください。そうですね。そうです。で、あと残りちょっと鼻筋ぐらいにさっとつけてあげるといいと思う。ここですね。はい。はい、これで皆さんまた見てもらうと。わかるかな？ここですね。あ、わかります、わかります。つるんとしてる感じは。よりここにこう光が集まった感じ。そうです。これで日中ちょっと乾燥したなっていう時もまたお直しの時につるんとした肌をキープできるので、はい、ハイライター一つで変わりますよ本当に。そうなんです、これ自体も保湿できるんですけど、うん、なんかこう濡れたような本当にこう肌の中にみずみずしさがあるような仕上がり感なので、うん、プラスして使うっていうのはこう日中とか夜とかね、うんうん、ちょっとこう疲れが出やすい時間帯にあえてこうお直しで使っていくっていうのがちょっとポイントだと思います、うん、これ今使ってるのがシルクハイライターです。そうです、シルクハイライターの03番のローズっていう。結構発色しますかって書いてあるんですけど全然発色しないです、あの本当にこう血色感を出すような感じなので、うん、ピンクって感じはしないと思います。色自体がね、こう、ドンとつくわけじゃなくて、すごく肌、うん、あの、自然な血色感として出てくるものなので、なんか冬って少しね、あの、なんだろう、気温が下がってくると、やっぱり血行が、ね、どうしても悪くなりがちなので、顔色がね、少し悪く見える。あと、冬って、あの、光の色がちょっとグレイッシュになるとね、それでもまた顔色が少し悪く見えがちなんですけど、そういった時はこういうね、ローズ系の色味とか、携帯して、つけると、ふわっと顔色の血色もね、よく見せてくれます。アマゾン、それもこれこちらアイシャドウでも使えるんですよね。そうなんですよ、なのでいいですね、林さん、まぶたの中央に乗せてみましょう。中央ですよね、中央にこう集める感じです。中央、この黒目のちょうど上のところっていうか、これ私こういうこのポイントでこうつけるだけでも、あ、目元がつるんと見えます、見えます、
かりますかね、ここに光が集まってるのが、うん、それがすごくさりげなくて素敵なんですよ。なので、本当にそうですよ、ね、ちょっとたまにこうメイク直すときに途中から入れるのもいいですし、うん、ちょっとしたポイントなんですけど、うん、もうコメントで、おおって、そうそう、そうなんですよ。あの、ツヤのいいところって、もちろん肌が、あの、張りのあるみずみずしい肌に見えるっていうのが一つあるんですけど、もう一つは、実はね、顔がね、立体的に見えてくるんですよ。うん、あの、マットにすると、こういうハイライトとっていう、こう、高い場所が強調できないので、うん、ちょっと平面的に顔が見えちゃうんですけど、実はツヤ肌にすると、鼻筋だとか、今、林のね、顔を見てもらうと、こういう高い場所、頬骨だとか、鼻筋だとか、この今つけたまぶたの上とかがパッと明るく輝くので、実はですね、顔も立体的に見えてくるんですね。すごい。すごい綺麗、林さん。ちょっとあの、ベースしたままそのお直し行ったので、さらにこうツヤ感を出してるんですけど、意外と皆さん、あの、ナチュラルですよ。あの、うん、今すごく強く感じられたりする方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、本当に肌が自然に感じると思うので、うん、なんか乾燥してこうパサってなってるよりは絶対こうツヤを味方にしていただきたいんで、なんかその それをタピオカコンシーラーでやるのか、まあ途中でシルクハイライター使ってくるのかみたいなところで使い分けするとすごくこうベースしやすいんじゃないかなって思いますので、うんうん、本当にそうですね。あ、で下につけたものはよれないですかっていうのをコメントいただいてるんですけど、乗せるときにトン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 と乗せてください。こう、はい、こういう感じです。トントントンと置くように乗せるといい。そうすると大丈夫ですよ。馴染みます。で、あと他の色も気になりますって、うん、そう、さっきね、シャンパンはどうですかってコメントもいただいてるので、ね、シャンパンがこの01番がシャンパンですよね、これ。はい、そうです。01番が、ね、今これがね、シャンパンっていう、さっき使ったの03番、一番明るいですね。もう本当に輝きっていうことを求める方はシャンパンでいいと思います。こういう感じで、さっきのローズよりももう少しこう輝き感が強調できるので、うん、もちろん同じように使っていただけますよ。あと2色は少しこう色が入ってるので、2番でちょっとゴールドっていう色があるんですけど。3色あるんですけど、これが、さっきのが01番のシャンパンね。うん、で、今林がつけてるのが03番のローズ。はい、ローズ。で、もう1色が02番のゴールドっていうのがあります。これかな。私この色付きがあの、うん、ちょっと隠れアイテムとしておすすめです、うん、あのシャンパンが一番光るんですけど、こうかツヤって感じになるんですけど、あえてこう馴染ませるっていうのも、今ちょっと手に乗せてこの馴染み方なので全然浮かないです、うん、たくさんつけてもそんなにこう色が主張したものではないので、肌にこう馴染ませて、うん、どんな人でも肌色問わず使っていただきます、うん、なんかゴールドとかもね、ちょっとつけるなんかピアスとかね、イヤリングとかそういうなんか、そうですね、ジュエリーとかアクセサリーに合わせて、そういう色も選んでもいいかもしれない。いいと思います。うん。アイシャドウの色合いに合わせてもいいかなと思いますね。いかがですかね。うん。嬉しい。どこよりも好きなハイライトですって言ってくれてますね。ありがとうございます。すごい使いやすいですよ、本当に。持ちもいいですしね、1個持つととっても使いやすいと思います。うん、うん、うん。はい。という感じで、もう、簡単にね、そう、こういうツヤ肌ってできるので、なんか本当に乾燥にね、ちょっと悩んでる方、ぜひ。もうそうです。今だからやっていただきたいベースなので、ここでまたそこと好きなこうリップつけたりとか、こう、カラーマスカラしたりとか、アイシャドウで全然こう見え方も変わると思うので、ぜひ、ベース、しっかりこう、ツヤを見せながら、あの、試していただけたらと思いますね。うん、じゃあ、せっかくなので、最後にもう一回なんかおさらいさっとやりますか。あ、そうですね、うん。今から入ってきたという方もいらっしゃるので、ね、ちょっとこう、アーカイブも残るんですけど、よかったら見てください。はい。まず今日は、ツヤ肌の作り方っていうところで、はい、まず第一、あの、一つ目のポイント、二つあります。一つ目のポイントは、まず、スキンケアでしっかりと保湿をしましょう。はい、もうこれと、ちょっとしたことなんですけど、大事ですよ。はい。化粧水とか。オイルとかしっかり使っていってください。そうです。はい。で、今日はもうコンシーラーを使って4箇所だけ。まぶた、あ、ごめんなさい、目周り、小鼻、この口周り、そして頬の中心部分だけコンシーラーを使って仕上げています。で、その時に今日はクリーム。このモイストリッチクリームと混ぜて使ってます。はい。モイストリッチクリームと混ぜて。そうです。で、その時に大事なのはあの、混ぜるクリームの量。
は本当にこれぐらいのちょっとでいいですよ。本当にちょっとです、うん、あの入れすぎないでちょっとずつから始める方がいいと思います、うん、はい、そうです。でさっきなんかあの酒粕 BB でも同じように使えますかってあのコメントいただいてたんですけど大丈夫ですよ、うん。だから酒粕 BB 美容液はもともとすごくしっとりした伸びのいいリキッド、うん、あの結構ねリキッドに近いようなテクスチャーのものなので、うん、本当に混ぜるんだったらちょっと本当にもっと少ない量でもいいかもしれない。量で大丈夫です。でもさ同じように使えます。はい。でツヤツヤっとベースができたらお粉はつけない、もしくはあこれがポイントね、2つ目なんですけど、はい、ベースパウダーはつけなくてもいいですし、もしくは T ゾーンだとか鼻の下とかこのここですね、と鼻先とかちょっとこうテカって見えやすい場所だけ押さえる、このゾーンだけです、はい、そうです。でペタペタが気になる人はフェイスラインはつけていいですよってことですね、はい、ここで、ね、でそうです。であとお直しははい、はい、ミストです。フェイスミストまず潤いチャージですね。潤いチャージしてからハイライターですね。はい、よれた場所だけをねコンシーラーでちょっと直してからハイライターですよ。はい、コンシーラーしてからハイライト、はい。でハイライトはこの頬の高いとこと目頭のちょっと斜め下と鼻筋につけるといいですよ。はい、これで一日中ずっと艶肌キープできますからね。ぜひやってみてほしいです、はい、まさに持ちもすごくいいので、うんうん、潤いを見かかる。コンシーラー、うん、コンシーラーもねカバー力結構ある、あの保湿効果も高くて、はい、カバー力もありますよ。気になるとこ全部カバーできちゃうのでやってみてください、うんうん、はい、というところで今日はあっという間のツヤ肌ベース、はい、簡単にできましたね、うんうん、早速やってみてください、はい、はい、ぜひおすすめなのでこの冬はツヤ肌で過ごしてください、はい、はい、で来週なんですけど来週はホリデーの発売もあるので、はい、限定のパフュームだったりとかあのネイルのご紹介などもちょっと予定してますのでまたあの、うん、ご紹介あの告知しますので見にいらしてください。ありがとうございます、はい、はい、じゃあまたぜひ来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。